勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の試合を振り返っていかがでしょうか。まあ、全国大会初戦というところで、まあ、難しいゲームになるのは分かってたんですけど、まあ、そんな中で先制点を許してしまって、まあ、自分たちの中で、まあ、少し焦りも見えましたけど、まあ、自分たちのやることを変えずにやり続ければ絶対に勝てるっていうふうに信じてたんで、まあ、最後まで自分たちのスタイルを貫いて、まあ、最後逆転して勝利することができてよかったと思います。明日も、暑い中連戦になります。次の試合の意気込みの方お願いします。まあ、まだ初戦勝っただけですし、これからも連戦続いていくんで、まあ、これからも自分たちのオールタイムオールコートアクションプレスサッカーっていうものを掲げてるんで、それをまあ表現して絶対に勝って、まあ、優勝を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。